は VTR でそれを見るんですが、あの野村夫人が一緒に今日は参加してくださるということでお呼びいたしましょう。これはもうすごいですよ。日本の監督の中ではこんな家に住んでらっしゃるっていらっしゃいますよ、ね、あの突然のご訪問だったんですか。突然なんですよ。ベルが鳴ったからこうやって見てみたら、ちょっと見慣れた顔だなと思ったんですけど、遅かったもんですからね、びっくりしたんですよ。何時ぐらい行ったの。11時近かったんじゃないでしょうか。また遅い時にお前突然行ったもんだね。それで何て言われたと思います。私、ちょっとお風呂貸してって言われた。見てみましょうか。なんかすごい意外なことも起こったんですよね。意外なこと。そう、意外なことばっかりだ。照明やってるやん、サイド。半端じゃないですよ、本当に。あ、どうしたの。アポイントメントなしで。え、いや、すみません、あのちょっとあの どうしようかなと。どうしたの、その格好。はい、え、今日はあのサプラっていう、あの今日はあのアドリブできたんで。いいから、はい、どうしようかな。あなた誰が教えてました。あの、工藤兄弟の。あさりのいつもあのいいとも出てるんですよ。あ、そうです。それは失礼しました。どうぞ。やった。何それ。あの照明一応、明かりあります。あの、こう下から当てると、下から当てて、下これで美人に見えるんですよ。すごい。うそうそ、すいません、すいませんでした。入りな。すごい光でるな。え、あの今日はですね、あの お詫びに来たんです。何。え、何。いや、今まであのいろいろとお世話になった。俺やめんの。もう、はい、やめんの。いや、ついてきます。まあ、上がんなさいよ、はい、お邪魔します。はい、はい、うわー、素敵ー。あ、サルダーさん、何なんですか。何しんです。あ、いいですね、これかっちゃんね。まだ子離れできないしね。好きなんですか、子供さん。当たり前じゃない、命ですもの。あー、いいですね。なんつって、ちょ、ねえ、かっちゃん。あれ、ね、これ嫌がってるってことじゃないですよね。あ、かっちゃん、こっちどうぞ。すごいなにこれ。いや、お土産をなんかちょっとお手ぶらじゃあれだと、あのケーキ。ケーキ。ええ、持ってきたんですけど、一応5個あるんで、1番で選んでいいですよ、1番で。僕、いろんな種類あるから、あの僕はその次ですよ、今日は。人のうちを選んでこういうの持ってきなさいよ。え、ね、なんでそんなケチなの。5個。え、5個本当だから1個にしようかと思ったんですけども。男のケチっていうのは、つまり人格に関わるってことなんだから、ね、あなたぐらいでよその地訪問するときは、こんな5個のケーキ持ってきてどうすんの。手ぶらで来た方がよっぽど可愛いじゃないの。なんかね、守りが入ってんだよ、アサリと。もっと一口バランスいかないと。こんなにビビっちゃダメって。こんな、こんな監督のね、あれなんだよ。監督のおかげ、別にあの人が偉そうにすることないんだよ。そう、その持ってですね、うん、これを持ってきたんですけど。あ、いいね、ジャビット君。プロ野球界っていうのはジャイアンツがあってこう成立してるわけだからさ。そう、こういうのやつ。何それ。いや、何やもう。何すかそれ。うちどこがうちだと思ってんのよ。みんな全然。そりゃそうですよ。結構すごいっすよ、いっぱい入る。開けるぞ。もう気持ちはルパンだぞ、みんな。いいか。
おしゃれで新潟の父っつぁん。ですよね。さぬき。このさ、どうしたらいいの？すごい綺麗なさ。ありがとうございます。おでこ出したらさ、すごい綺麗じゃない。可愛いですよね。そうなんだ。ええ、もう本当。あなたたち二人がコンビ。そうです。ありがとうございます。アサリドっていう。今何出てんの？今あのバッティーとも。あ、やってんの？はい。いやいやいや、毎週レギュラー。毎週や。レギュラー。毎週。何曜日がご存知ですか？いや知らない、私金曜日じゃない、金曜日出ないでしょこの人、あの一番最初ええいやえ出てんの、金曜日じゃなくて何曜日だっけあれ、いやあの月から木まででしたっけ、木金どうだっけ、出てないよ出てない、それは金曜日出てないです、その辺がだからお見かけしたことありませんよ、初めましてじゃん、初めまして、初めまして、どうも恐るべし、びっくりした、電話変わるから、うちのかっちゃん、あっどうも中井です、どうも初めまして、あ、うちの夫人がお世話になってます、うちの夫人って言ってなんて言ったんだろう、夫人が世話かけてます、何深いの、いや、お風呂に入っていいですか、私と一緒に入るじゃん、こうやって洗ってあげるから使えねえだろ、そうだそうだ、大きくなったねっつって何言ってんだよ、切れたらまずい、切れたらまずい、切れたらまずい、さっきから黙ってろよ、なんだろう、どうも、始めました、何をやってらっしゃるの、今日はパラティーと申し上げさせていただきます、こっちは笑えないよ、お疲れ様です、笑いたいよ、慎太郎だ、出ない時に行ってしまいましたね、めちゃめちゃ怖かったですよ、気持ちよかった、気持ちよかったですか、気持ちよかったですか、さっぱりだよ、おーい、うん、おー、すっきりしました、いやー、気持ちいいですね、やっぱり、はじめまして、気持ちよかった、気持ちよかったですか、気持ちよかったですか、さっぱりだよ、おーい、うん、おー、すっきりしました、いやー、気持ちいいですね、やっぱり、はじめまして、お願いします、いつもご採用お世話になってるんです、いや、とんでもないです、どういうの仕事できたらかちゃんの弟、うん、はんちゃんの弟、風呂入ったの、いや、あの、入れって言われたんだ、いやいやいや、座んなさいこの
座んなさい、遠慮しない。この格好どっかに隠し子がいると思ったら何だったの。いや、昔から聞いたどっかに子供がいるです。相手は誰だったんですかね。親父は知らないんだけど、ね、まあ、お挨拶されました。ありまして、よろしく、はい、なんか巨人ファンだそうですね。巨人から来てる。あ、いや、そんな敬意を表した。ファローズはいい。まあ、どうぞ。 あのお二人は似てらっしゃいますよね。そう、うん、よく言われる。あの、いや、おふくろにそっくりなのよ。あ、監督のですか。うん、骨格というか鼻べちゃのとこなんか特に、ね、鼻べちゃとこ言われてますよ。それで肝っ玉母さんだったからその辺もね、肝っ玉があったもんね。そう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 、明治の女は強いで、似てらっしゃる。え、似てる。こんな怖くないけどね。いや、監督が見ても怖いですから。怖い怖い、かなり怖いですね。この方は世界で怖いものは何もないわけよ。監督も怖くないですか。怖くない。だ、俺は世界でたった一つ怖いものがある。それは何ですか。あの人。取りましたね。あの洋服はちなみに、あの、これは奥様のセンス。いや、クロはセンスなんていうもんじゃない。もうどこも行かないから球場とこう馬乗って往復するだけだから、うん、買い物は全部自分、100% 自分。あ、自分で出せるんですか。自分が好きなもんだって、好きな家に来て、うん、2階で来て、降りてきて、私の姿を見て黙ってるとそのまんま出かける。何それと言われるともう一回上に行って切り入ってくる。なんかそれめちゃくちゃかっこ悪くないですか。うん、いや、でも僕もあんまりセンス良くないから黙ってると、ああ、いいんだなと思う。それセンスが良くないんじゃないんですか。今日は合格、一発で合格。これは今日は何も言わなかったね。一発合格ですね。じゃん、そんなセンスのうちに入られる。僕はですね、でもそのうちのお母さん、皆さんのおかげでね、この1年でえらい人生変わっちゃってね。しっかりあんたタレントになっちゃって。どうなんですか、あの監督、あの奥様がこう笑っていてもいい、こう歴史ある、多分似てられる。いや、こう一回しかない人生で ね、自分のやりたいことをやって、また周りから求められるってこんな幸せなことないわね。でもね、タモリさんね、出会いとしては私は最高だった、最初に。そしてあなたがいたという。いや、僕はもうタモさんがいて。でね、帰ってきて、第1回目に帰ってきた時に、あの、言ったのね、タモリさんというのはキャッチャーだって。まあ、俺自身も、ね、笑っていいとも出たんですよ、一回。二度と声がかからないっていうのは、もうあなたたちがまだデビューする前だから。え、何年ぐらい前？世論家時代。そう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 。これでまず恥かいちゃったのは、なんとか出演はどうですかって言われて、いいと思って言うんでしょ。そう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 。それが分かんなくて、ちょっとオンとしてたんですよ。何回も来てくれるかな。うん、そう言われて。で、なんとおっしゃったの。いや、いいですよって言ったから、なんか、まあ、それらしいことは言ったんだけど、いや、そう言わなかったんだ、俺、なんか言ったんだ。つまり、違和感を感じたんだ。ねえ、じゃこれは一回読まなきゃいけないね。あ、じゃあ、ぜひ、ぜひとも。ものすごい感じ悪くてね、あの番組。いや、もう、今はそんなことございません。今はもう、今は素晴らしいですよね。花がある。そう、今、花がそう、そう、違いますからね。タモリさんもなんかおかしかったんだね。俺に対して。いや、あの、髪が取れてなかった。そうだよね。今だいぶ変わりましたよ。二度とよ、出ねえか。いやいや。じゃあ今度ぜひ出ていただきましょう。出てくれるかな。まだ出てくれるかな。出てるかな。いいと思う。
たもう。ね、大変なことになってしまいました。大丈夫でした。え、何時間ぐらいいたんですか。何時間ぐらい。正味2時間ぐらい。すいませんね、風呂入って。まあね、それで今度あのお腹空いたって言ったでしょ。でもう急いで夜中ですからね、もう急いでおうどん食べさせて。それでお帰りいただいたんですけど。うどんうまそうだったですね。美味しかったでしょ。美味しかったです。美味しかったです。そうだ、さあちゃん、アサリドって言います。はじめまして、よろしくお願いします。今日から金曜日。新レギュラー。新人です。よかったね。ありがとうございます。まあ、V 見てたら俺はもうアサリドと大して変わりないから。タモリさんがいてて、中居君がいてて、で、終わってたからな。ひがむな。ひがんでません。あんかって。すごいお家ですね。でも今度お風呂入れてあげるから、あ、ね、あ、お風呂に来て行きますわ。あ、美味しいもの食べさせてあげる。僕はもうすぐ行きますよ。カレーもって痩せてるから、あのちゃんと血の滴るようなお肉食べさせて。あらららね、二人でいらっしゃい。ほんまですか。うん、すごいお家本当。ねえ、地下 何階まであるんですかあれ。地下は1階しかない。あ、地下1階、はい。いやー、すごかったですだって下テカテカですやん。絨毯でもなければフローリングでもない。石ですよ。力を込めて。大理石ですの。だから裸足で言わへん。裸足で歩いたらペタ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 、ちょっと足の肩つくやつちゃう。そう5秒ぐらいね。あなたどうやって金庫あげたの。え、金庫。いや、わかんないですよ、自分でもあれ簡単に、何も入ってないじゃないですかね。え、何も入ってないじゃん。あの泥棒よけに、今度泥棒来たら、この間取られたんですよ、金庫ごと。今度来たらまたあれ持ってってもらおうと思って。実はあなた置いといたのに、なんであなたが開けてさ、空なの見せちゃうのよ。僕はハマっちゃったんですね。そうよ自慢は何なんですか。うちの家ここすごいでっていう。うちの夫がすごいわよ。あ、いや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 、大丈夫か。小さくね、まだね。本当にね、仲が悪い。あなたあの巨人ファンだけど、ヤクルトの監督見てどういう感じでした。いや、やっぱ最初怖いかな、もう本当にやっぱ怖いかなと思ったんですよ、最初のイメージ、でもあって、で、実際見て、いや、結構怖いなって。いや、変わってない。どうなんですか。いや、変わってないんだ。いや、やっぱ会っちゃうとダメですね。好きになっちゃいますもん。だから、なんそれであれがヤクルト嫌だったの。え、嫌だったの。嫌いっていうか、やっぱりほら、ね、外の人様ですし、野球選手って会っちゃうともうその人ひいきしちゃうんですよね、だから今後もやっぱジャイアンツを応援していきたいなってふざけやがって、もうふざけやがって畜生っていう、ね、畜生やね。どうやって食べるって言ってたからね。え、こうやって食べる。はい、あれはだ、あれあんた、それは見たこともないのにね、そんなね、サイズをね、想像してない。いや、今のサイズだ。サイズは想像してない。あんた何に勘違いしてんのよ。こうやって持って洗ってあげるって言っただけだ。中居君はそんなんで持たれやんな、こう、よしょって。